世界ランカー、そして OPBF 東洋太平洋フライ級のチャンピオンです。第1ラウンドのゴングです。白井さん、はい、これはノンタイトル戦ではありますが、寺尾にとりましては大きな意味を持つ試合ですね。ビッグチャンスですよね。この試合をね、なんつかものにしてね、はい、このステップバイステップじゃないですけどね、上行こうと、こういうのは気持ちでいるでしょうね、はい、肩を上下に動かして小刻みに動いています。黒のトランクスに黄色いライン、寺尾慎、そして白いトランクスに赤いラインが入っています。このサウスポーのファイターがマニーパキャオです。リングの中央、マニーパキャオを中心にして左へ左へと回っています。寺尾、右のフック本来はどんどんと出ていくファイターという寺尾慎ですが、今日はなるべく足を使ってポイントを取って動いて相手を見ていきたい、そう話していました。その試合前の作戦通り、まずはリングの中央にマニーパケオ、そしてその周りを回っていくという寺尾慎です。いきなり左をついていきました。サウスポースタイルのマニーパケオ。具志堅さん、ここまでご覧いただきまして、マニーパケオの動きですがいかがでしょう。やっぱり体が柔らかいですからね、はい、状態をよく振ってますね、お、第1ラウンドいきなり動きが止まったか寺尾。ボディー溝落ち、ボディーの真上、ちょっと首の下あたり溝落ちに入りました。いきなり第1ラウンドダウンを奪われました。マリーパキオが出てきます。現役の世界ランカー、東洋太平洋のフライ級チャンピオン、なんか足に来てますね、痙攣を起こしてるんじゃないかな。足大きく深呼吸をしました。レフェリーの阿部和夫が相手の寺尾の目をじっと見てからこの試合再開。一気に行きますマリーパキャオ。寺尾苦しい、いやもう本当に苦しいところですね、はい、これ我慢ですね。残り時間は30秒です。クリンチした方がいいですよ。クリンチにして、もう一回じゃもう、はい、ダウンじゃ3ロックダウンですからね、終わりますよ。あと15秒ですね。我慢できるか、寺尾慎、青コーナー、時間に詰まっています。残り時間10秒。粘れるか、寺尾。第1ラウンド、足に来ています。あ最後のやつが、ダウンは、いや、その前にゴングか。いや、試合終了、試合終了。いやいや、よく頑張ったんですがね。はい。もう1秒が2